ちょっとやばい。てかもう10時20分だ。ちょっと急がないとな。やばい、もうこんな時間なのか。やばい、ちょっと時間が。ということでね、こんな感じですね。名前が載ってたんで、名前のところだけ剥がしました、今。何ですか、これ。これは何でしょうか。ちょっとね、時間なくなってきたんで、ちょっと急いで開けるか、ちょっと予定あるんでね。パパッと開けちゃいます。まあ、これもう、てか、わかるけどさ。わかるけど、もうこの外のこの書き込みで。ふんわりご飯、これ相性はレンチンご飯ってことでしょ、これ。あ、おはようございます。どうやって開けるんだ、これ。めっちゃもう箱の時点でネタバレ。ふがりご飯。富士県北アルプスの天然水仕立てふんわりご飯。これが、200g×3 の8袋ということで、合計だから、3×24個か。これ1個24個入りっすね。24個入り。よっ、これは何でしょう。富山県。やばい、俺富山県読めないってやばくない？富山県読めないってやばくない？たまにあるんだよな、でも俺。いや、もちろん昔分かってた。あ、なにこれ。うわ、これめっちゃうまそうじゃん。うわ、やば。なにこれ、これめっちゃうまそうなんだけど。日清、これ初めて見た。日清ソース焼きそば、からしマヨネーズ付き。これが何袋入り？何袋か書いてないけど。あ、いろんなのあるの。他にもいろんなの入ってる。日清のやつかな。こんな、何これ、なんでこんなのが入ってるの。ああ、これは。あ、そういうこと、これ。あ、なんか日清のところで買ったとかじゃなく、これ自分で詰め込んだってこと、これ。それか、どっかのスーパーじゃない、どっかのあれで、なんかこう、お得な詰め込み用みたいなの買ったってこと、これ。これが入ってました。こんだけかな。あ、あともう一個あったの、これか。いろんなものが、これで全部ですね。これはどういうことなの。いやー、これは、まあ、そうですね。まあ、嬉しいですけど、いや、嬉しいんですけど、なんかさ、すげえクズなこと言っていいですか。すげえクズ発言していい。俺さ、実家暮らしじゃん。実家暮らしだから、親がこういうもの買ってくるから、俺実質お金出さないで食ってるような感じあるから、なんかもらった感が薄れるっていうか、わかる、言ってること。親がこういうの大体買ってくるんですよ。だから、まあ、多分これ一人暮らしだったら、これ全部自分で買わないとだから、
わあ、なんかお金浮いたみたいになると思うんだけど、どっちしろ親が買ってくるから、なんか自分のこう、なんかこうもらった感が薄れるみたいな。いやいや、でもね、普通に考えたら結局親の金は最終的に僕のお金になるわけだから、財産としてね。そう考えたら長い目で見たら結局得してるよね。これを買おうとなった時、親の金がなくなって、将来の俺のお金がなくなって考えたら得なんだ。ありがとうございます、ありがとうございます。いやー、クズやなー、俺も。ありがとうございます。何日か湧く。そうっすね、確かに。でもこれ美味しそうっすね、本当に。まあ正直ここら辺はもう味とかわかりますけど、まあここら辺ってか全部わかるけどさ、食ったことあるもんね、全部ね。まあ正直味は全部わかるんですけど。あ、これとかいいっすね。ほら。これスティックタイプの、これはいいな。お茶。ほら、僕あれあるじゃん。ウォーターサーバーあるから、ウォーターサーバーの水ですぐパッてできるから、これいいっすね。しかもいい水で、オレンジのほら、ウォーターサーバーの水だから、いい水でいいお茶が飲めるっていう。これはいいっすね。まあ水ばっかってのもね、たまにはお茶とかも飲みたくなったりするんで。これはいいかもしれない。あと、純粋にこれ美味しそうっすね。これ多分これ食ったことないな。日清の辛子マヨネーズソース焼きそばと多分俺食ったことない。で、俺マヨラーなんでね、これ美味しそうっすね。ありがとうございます。モカリンさん。ありがとうございます。いやー、ほんとね。ありがたいね。前ね、てんてんさんからもらった焼きそば弁当とかは超嬉しかったな、あれ。あれ、売ってないからね、こっちでね。でも、これも見たことないからね。これも美味しそうです。あお。いやー、ありがとうございます。チキンコンソメスープ付きのがある。え、焼きそばにですか？そんなん見たことないっすね。え、そんなのあるんだ。へぇー。そうなんや、そんなんあるんや。なるほどね。そこにあるってね、この中に入ってるってことですか。あ、ほんとだ。うわ、これ焼きそば弁当パクってないこれ。ほんとだ。これ焼きそば弁当パクリに来てますね、これ日清。これ相性なんかこの、これのなんか湯切りのお湯で作るやつでしょ。まあ別に特許とかも取ってないだろうし、でもそもそもそれで特許取れるか知らないけど、そんなんで。完全にパクってるじゃん、これ。焼きそば弁当のパクリっすね、これね。いや、焼きそば弁当っていうなんか北海道限定の焼きそばがあって、それをなんかこうあれなんですよ。焼きそばの、なんかその、湯切りの、お湯で、なんかスープ作って、飲むみたいな。それが美味しかったんですよ、すごく。そのスープマジ美味しかった。で、これも美味しそうっすね。これは飲んだことないっすけど。てか、日清のなんかこのなんかソース焼きそばとか、初めて見たかもしれん。まあ、UFO とかはもうね、定番っすけど。こういうの初めて見たかもな、今思ったら。いや、免停になったっていうか、ね、俺、初めて見た。でしょ？俺もこれ多分初めて見たと思う。俺多分見たことないと思うんだよ。めっちゃ美味しそうじゃない？これなんか、からしマヨネーズとか、あと、スープのやつ。これ初めて見たかも。これはもう皆さんね、定番なんで、これはみんなあると思うんですけど。まあ、やっぱ日清といえば UFO みたいなとこあるからね。日清と言われて一番最初に何が思いつくかっていうと、まあ、大体 UFO っすからね。ほとんどの人は日清といえばって言うと、多分 UFO っていう人ほとんどだと思うんですよね。
パチンコ屋の来店ポイントで取ってきました。台湾ラーメン。いやー、どうしますかね。てかもう、ちょっとね、もう予定あるからそろそろ枠閉じないといけないんだけど。ありがとうございます。ちょっと紹介だけになっちゃいましたけど、これ後で食べたいと思います、これ。そうっすね、美味しそうっすね。いつもより言ってない。いや、まあ、一応展開があるからね。一応ラジオじゃないのと、あとリスナーから届いたっていうと、まあ一応それ、多少その、ほら、そこに対しての興味が湧くからみんな。普段の何でもないね、ラジオなんて、あんな、普段の俺の配信見てる人しかほとんど興味ないと思うんですよ。うん。一応展開があるからね。いやー、そうですね。まあ、こんな感じでいただきました。ありがとうございます。お菓子ばっかりじゃなくてご飯食べてという意味。ああ、まあまあまあ、でも、ご飯食べてとか言いながら、まあ、全部インスタントものっていうのは、まあ、しょうがないんだけど、しょうがないんだけど、そんな手作り料理を持ってきてくれるわけもなく、うん、持ってけるわけもなく、ぶっちゃけそんな体にいいもんではないですかね。あ、コーヒー、コーヒーもこれ、あれですね、コーヒーも、あの、あれでできますからね、あの、なんだっけ、あの、ウォーターサーバーで。うん。こういうのいいかもね、こういうの嬉しいかも。うん、水だけだと飽きてきたりとかするから、こういうのはちょっと嬉しいかもしれないですね。で、結局ね、ウォーターサーバーもちょっと使いたいじゃないですか。まあ、たまにコーヒーとか飲みたくなるときありますからね。冷たい牛乳でアイスカフェオレに。なるほど、牛乳でか。ミルクなし、甘さなしだって。ということですね。やばいな、そろそろちょっと、まあ俺まだ風呂入ってないから、風呂入って用意してちょっと行かないとなんでね、やばいな。多分家をね、11時過ぎぐらいには出ないといけないんで、ちょっともうあんま長くは枠でき、まあこれ、この一枠ぐらいはギリ、15分や、あと15分ぐらいか。あー、どうだろう、50分ぐらいになっちゃうのか。まあ、なんとか急げばできるけど。まあ、この枠ちょっと20分ぐらいで終わるかな。うん。ちょっと、あんまりギリギリになっちゃってもあれなんで。ダンボール片付け。ダンボールめんどくさい。まあ、とりあえず、ね、いいでしょ。とりあえず。ちょっとこれから、ちょっとね、行かなきゃいけないんで。ランキング1位おめでとう。ランキング1位って何のランキングっすか。何のランキングだよ。あれ、充電が。ということでですね。
じゃあちょっと話すことなくなっちゃった話すことなくなっちゃった。あ、お久しぶりです。どうも。切ろうとしてない、いや切ろうとしないってか、だから予定あるからさっき、本当に今日はマジで予定あるんで、あ、ふわシティアザス、じゃあやめようとしてるっていうか、もう時間がちょっとやばいから、あ、ふわシティさんだっす。あ、ふわシティさんじゃねえよ。あれんちゃん、ふわシティやったー。あれです。たんたんたぬきさんだっす。あ、ふわシティ、れんちゃん、あれちゃん、あ、ふわシティ、やった、やった、やった。ありがとうございます。そうそう、風呂入んないとね。風呂入って出かけないとね。あ、匿名の方もありがとうございます。やった、やった、やった。いやー、あ、ちょっとね、まあもうちょいしたら終わりますけど、うん、あ、ハートどうも。ふわって全体が SNS 少ない。あ、そうなんですか。まあ今日平日でしょ、そもそも平日のこの時間だしね。いやー、平日のこの時間やしな、コロスの週末。いやー、でもね、なんかね、あれっすよ、もうふわっちはね、あんまりほんと正直そこまでもう稼げなくなってきたから、あ、おはようございます。もう正直そこまで稼げなくなってきたからさ、やっぱパチソーでねちょっと稼ごうかなと思って、言ってたわけですよ。まあ、ちゃんと立ち回っての遊びで打ってるわけじゃないからさ。なんかさ、パチスロとかパチンコ知らない人がいたら遊びだとか思う人いるかもしれないけど、本当にガチで立ち回ってるからね。だって本当にきついからね、普通にマジで本気で立ち回ろうと思うのはきついよ。だって、俺も配信したじゃないですか、2日前か3日前も。あれだって朝のさ、あんな寒い中さ、寒い中、ね、開店2時間前が開店10時なんですけど、8時から俺並んでたんだから、あれ。並び順のところでさ。ね、そういう苦労とかあるからね、クソ寒い中さ。まあ、そこ抽選じゃないんで。まあ、抽選のとこもあるんだけど、そこは抽選じゃなかったから。意味がわかんない。いやだから、スロットってマジで勝てるからね、ちゃんとやれば。でも今はそこまで稼げない。昔はほんと月100万とかいけたんですよ。ガチでやれば。4号機時代はね。でも今はもうそんな、もう勝てない時代だから、今多分本当に死ぬ気で多分、まあそのね、自分が行ける距離にあるそのパチ屋のなんかその状況にもよるんだけど、今だったらほんと頑張っても多分月2、30ぐらいがいいとこだと思うんだよね。2、30万ぐらいかな。本当に死ぬ気で多分やって。まあ、あくまでその期待値で言ったらね、もちろんその、引きによって、その、引きによってさ、月、まあ、50万勝つときもあれば、逆に、ね、10万ぐらいしか勝てないときとかもあると思うけど、トータル、まあ、あくまで期待値で言ったら、平均値と言いますか。そう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 。設定狙いはやらんの。設定狙いとかはもう最近あんまやってないですね。昔はやってましたよ、それは。でも今もう設定入るようなとこがあんま近所にないんで。まあ、設定入るとこもなくはないんだけど、はっきり言って狙いに行けるレベルではないんですよ、その入り方というかが。狙いに行けるレベルの設定の時は、普通に設定狙いもやってたけど。そう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 。
死ぬほど多分本当に一日中多分立ち回って、で多分30日フルでやって多分2、30万いけばいいところだと思うな、多分今だと。うん、でもね、昨日ね、あ、時間やばいね、確かに。昨日ちょっと悔しかったのはね、ツイッターでもつぶやいたんだけどね、危ないデカのね、右打ちランプが光ってる台があったんですよ。で、それがなんかもう呼び出し中になってて、もう明らかにそれもうあれなんですよ、その、あの、72回転で、で、それでもう、あの、上皿とか何も置いてないのよ。弾も置いてなければ物も置いてなくて、だからもう絶対その、あれなんですよね。右打ちランプがほら、あの、徳図にのさ、消火中になんか、前者が、結局だから時短抜けでやめて、徳図にの消火に時間かかって、で、それの徳図にの保留で当たったやつだと思うんですよ、間違いなく。で、それマックスボーナス、もう、マックスボーナスだったんですけど、その、危ないデカってね、あのね、もうその、液晶で分かっちゃうんですよね、その、なんだろう。右打ちランプ光るのもなんかいろんな、なんか台によ、台とかメーカーによって、まぁ、ちょっとだけ仕様が違うんですけど、危ないデカはなんかもう、即告知システムというか、うん。そうそうそう、その、例えばなんかガンツとかだと右打ちランプがピカって光って、あとはなんかもう、なんだろう、ほんと目立たないような感じで、あとその、右のスルー通すまではね、どういう種類のボーナスかっていうのがわかんないんだけど、危ないデカはもう、もう画面に重きしなんかマックスボーナスとかレインボーに光ってて、で、右打ちランプ光っちゃうから、だからね、対策されやすいんですよね。あからさまに分かっちゃうから。うん。でもその店でね、右打ちランプとか何回か拾ってるんだけど、うん、もうさすがになんかそこもなんか、明らかにもうボーナスみたいな感じでマックスボーナス出ちゃってるから、で、マックスボーナスだからあのほら、なんだろう、あのめっちゃ美味しい、小当たりラッシュ確定の方だからね、めっちゃ美味しいんですけど、期待値えぐいんですけど、うん、でそれででも結局やっぱりその呼び出しになっちゃってて、うわーと思って、これ店員よりも先に気づいてれば打ててたのにと思って、で結局どうするのかなって見てたら、なんか店員が結局呼び出しして、でそれで結局あいいねどうも、結局そのラムクリしてたんですよ。あーラムクリすんだと思って、やっぱで、一応72回転で回ってたから、なんだ、それでラムクリして普通に解放してたから、あ、なんか U タイム72回転遅れるけどそこ放置なんだとかちょっとだけ思って、試しにやってみました。試しにって何すか？試しに。あ、なんか、そういえば、あれかな？ちょっと待ってください。うわ何これ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 うわ超てか、俺の電話番号知ってたんですね。まあ、俺なんか検索したら出てくるけど。これかな、うわこれっすか、みゆさんから LINE Pay の振り込み通知が来てるんですけど。え、これどうやんだろう、あ、これか。俺初めてこれ、LINE Pay のね、このなんだ、あの、メール、LINE Pay ってメールとか、あの、そういう電話番号でも送れるんだけど、電話番号でもらったの初めてだから、多分これでいいのかな。これでいいのか。あー来たー来たあ、振込人、これ本名じゃなく、ちゃんと、ね、ニックネームで変えれるんですね。振込人。ミッチーって書いてある。あーミッチーさんから、やったー、マジっすか、やったー。ちゃんと本名じゃなくて帰れるんだ。2000円、え、これどうやって受け取るんだろう。2000円来てるんですけど、マジっすか、これどうやって受け取るんだ。振込金額を受け取るにはご本人名義の口座情報を入力してください。どこで入力するんだろう。え、これどうやって取るんだろう。あれですね、2000円来てました。オーマイガーオーマイガーオーマイガー、アラブの石油、ウィドズ、ビルゲイツ、ソフトバンク、ソンマダジ、いやだー、2000円来てる。え、でもこれどうやって受け取るのだろう。え、え、どういうこと。多分受け取れるはずなんだけど、
受け取り方が分かんないっていう、入力するとこがないんだよね。え、どうやってやるんだろう。後でやって、分かりました。まあでも多分受け取れると思うんで、はい、ちょっとね、電話番号で初めてもらったんで、ちょっとそれの受け取り方がよく分かんない。まあ、多分調べれば出てくると思うんですけど。やったー、ビザから2000円 LINE ペイ来てました。やったLINE ペイだから中抜きゼロだからね。うん、LINE ペイだと、中抜きがゼロなんで。やったー、超淡々。あー、ちょっと、匿名の方から、ハートナビ、おいが、アラブのセキュア、ウィルズ、ビリゲイツ、ソフトバンク、サムネ、やったー、ありがとうございます。やったー、ちょっとこれ、後で、多分わかると思うんで、受け取っておきます。ありがとうございます。はい。あ、受け取れたら、DM で、報告しますんでね、受け取りましたって。あ、そうか、やばい。てかもう、ちょっとね、これから俺予定あるから、そう。ちょっと、後で調べて受け取るんで、ちょっとね、本当に今もう急がないといけない。てかもうこんな時間かよ、やばい。ちょっと今日ね、もうリアルな知り合いがいてね、リアルな知り合いがね、メンテになってですね、で、それでなんか、まあ、とある場所に連れてってほしいって言われてるんで、それをちょっと送り迎えをしてくれって言われて、あ、いいよって言っちゃったんで、ちょっともう行かないとなんで、はい。リアル知り合いなんですけど。はい。だちょっとこれからちょっとね、もう行かないといけないんで。